はい、2015年4月5日今回は三つ編みを使った1、2分でできるギブソンタックのやり方を紹介していきます。ぜひ時間がない時のヘアアレンジに試してみてください。まずは三つ襟、この三つ襟角の部分からまっすぐに取ります。三つ襟でまっすぐに取ったら3つになるんですけど、それを三つ編みにします。三つ編み、こういうふうに三つ編みにしていき、毛先の方まで、あんまりこう強くはしなくていいですけど、ある程度テンションを加えた感じで編み込んでいきます。で、毛先まで編み込んだら、このここの部分向かって毛先をくるくる丸めていきながら中に入れます。中に入れたらここの部分をピンで留めます。ピンはだいたい1本で留まるんですけど、心配な方は2本ぐらい刺してもらうといいかと思います。で、次に少しルーズ感を出すためにちょっと押さえながらちょっと引っ張っていき、ちょっとふわふわ感を出していきます。こういうところも全部ちょっと引っ張り出してあげて、少し崩した感じ、すると最終的にこういう感じになります。で、ポイントでバレッタなんかをつけてあげてもいいかなと思います。ぜひ時間がない時にやってみてください。今回は以上でした。